勉強してきたことを生かすの森の色が出てきます、出ています。2023年のお羊座は勉強という言葉がかなり大きなキーワードになってます。勉強ね。あなたは今年衝動とノリだけで勝負をしていくわけではなくて、〇〇を手に入れていくためには何をしなければいけないのかなど、遊びでもプライベートでもお仕事に関してもかなり大きな戦略を立てて挑んでいくことになります。お羊座の本当に、お羊座の本当に不思議な部分として真面目なのです。ん？あ、私がってこと？失礼に聞こえるかもしれないけど、あなたの知っている人はそこまで強く真面目な部分を見ないかもしれないです。でもあなたが何かの目的や目標を達成していこうとするとき、誰よりも真面目に練習や予習に取り組む、そして自分なりに展開を考えていくなど、そのようなコツコツ作業をすごくやる、今週はコツコツ勉強をしていくなどのことをやっていくのにすごく良い時間になっていきそうです。だって今週どう乗り切る？同時に今週はよし、じゃあ2023年もやっちゃおうかな、やっていっちゃおうかなと気持ちを新たにして出発していく年で、早期です。めちゃかむ。だからこそ遊びの計画なんかはぜひ立ててみてください。逆にね、楽しむぞと言ってみたり、あとこの買い物に使う予算は〇〇円で、それでセール品を狙うとか、いろいろな物事に対して自分なりの戦術を立ててみて、〇〇をしたら勝利とか、自分なりに勝利条件みたいなものを決めていく。仕事面などに関しても頭を使うケースが多くなりそう。こういうケースやこういう展開になったらどうするのかなど、自分であらかじめシミュレーションをして答えられるようにしておいた方が良かったりします。恋愛面や人間関係においては、とりあえず一発感動するなど、そのような展開になることが多いです。あなたの運の良さは何か知らないけど、新年の始まりだからめでたく行こうぜなど、そういうテンションの高さとともに育っていきます。今週はドカンと一発遊んでしまうこと、楽しんで見ちゃうこと、大丈夫、あなたは今無敵だから、っていう、これすごくいい言葉がね来るんです。なんかすごい分かります、刺さるんですよね、椎茸占いって。なんか分かんない、全てがいいわけじゃないけど、椎茸占いってすごく励ましてくれるんです。無敵らしいよ、私絶対そんなことないですよ。なんかさ、風向き、部屋がさこっちに広いのにさ、こっちにエアコンがついてるからかな、ちょっと風量上げてみた。乾燥するよ絶対。です。あ、すごい音楽になっちゃった。 TikTok、 あ、左右にすればいいのか、なるほどね、そうだそうだ。あれでもね、私の家のやつ変えられないわ、風左とか。そういうことでした。え、中にあれ触っていいの？怖いよ。ね、こっちにしたらあったかいんだろうけど。嘘、手でやれる？どこを動かしたらいいんだろう。ちょっと見てきていい？わかんないからやめといた方がいい気がする。あ、すごい左に向いてるよ。向いてないのかな。なんか勝手に触っていいもんだ。向いてないか。左には向いてるはず。
ないけど、ちょっとよくわかんないわ。寒い。なんかなんでこんなさ、寒い。今日は親友ちゃんとアフタヌーンティーに行ってきました。星野の、そう、マリアちゃんです。久しぶりに会った。でも夏ぶりくらい、結構私自身も久しぶりでした。そう、プールぶり。でも言って3時間くらい。3時間くらい一緒にいたけど、ちょっと喋って。服部さん卒業おめでとうございます。ありがとう、今までお疲れ様でした。うん、ありがとうございます。まあまだなんですけど、ありがとうございます。早くやめろってことかしら。そう、3時間くらい、3時間くらいからずっと喋った。プリクラも久しぶりに2人で撮りましたし、その後家族ともご飯だったんだけど、今日姪っ子に、お兄ちゃんの方の姪っ子に久しぶりに会って、すごいさ、キャミソール見えてる。自分になって、なんかプリクラ撮りたいって言われて、お姉ちゃんと。でプリクラも撮ってきました、めいこと。から今日はプリクラを2回も撮りました。プリクラデーです。そう、だからそのお兄ちゃんの姪っ子がもういくつだ、中3か、中3で今受験生で勉強を頑張ってるとのことでした。いや本当に学生時代のプリクラで本当に返してほしい。え、ちょっと私のさ、ちょっとプリクラあるから見てほしい。あんのかな。絶対にね、どっかにもしまってあるの。うわ、私のプリクラの量やばいよ、やばい、重っ。こん中とこん中に学生時代のプリクラが入ってる。でもね、やっぱ制服とか着てるからね、やばいよ。えってくらいある。これプリクラ全部やばくない？え、キモくない？いやだってね、この写しちゃい、なんか写せる友達がね。あ、でもこれ横道とかのプリクラある。しかも切ったってことは使ったのかな。なんかその時なんかコスプレが流行ってて、学ラン着て撮ってるのとかありますよ。
ごい。まあでも地元の子ばっかかな意外と。そう、あでもハッツとかもあるんだよね。これハッツじゃない、何なんかでもこの時に流行ったプリクラ。でももうプリキの流行りが分かんないだけど、こういうのとかね。いやすごいよ。でもこの辺言ったらもう高校だからな。高校は言ってまだ最近になるでしょ。高校はね友達がね一人しかいないから同じ子分かるんだけど、中1とかやばい、本当にやばい。見たくないもんね。いや見たくない見たくない。プリクラばっか、小学生とかもある。地元のスーパーにプリクラがあって、2013年とかだって今、え10年前のプリクラある、あるすごい。なんかね、小学校の同級生とか、小6とかもある。小6なんてだって8入ってないし、もうクソガキだよ。なんか漏れるとかでもなんでもないよね。ほぼ小学生だね。なんか顔を隠すのが流行ってて、そう一般時代、一般私の一般生時代。これはねちょっと保存しとくわと思って。プリクラはねなんか全部残ってるんだよね。でもあと服もダサい、てか服がめちゃくちゃダサい。なんでこんな服着てたんだろう。すごい組み合わせの服着てるわ。オッケー、ワズ、カラオケワズとか。だってプリクラなのになんか後ろ姿あるしね。変なの変なの。変だよ。1312日ありがとうございます。なんかね流行ったプリクラ懐かしい。ビューティーガールとか、てか1日に 4,5 回くらい撮るんだよね。先輩とかと撮ったりとか、同じクラスの子と撮ったりとか、懐かしい。
今って結構背景無地だけど、なんか背景いじったりできて、お恥ずかしくて、どういう経緯でこれ行こうってなったんだろう。てか小学生とかって大体同じ服だよね。一番若くて多分小3とかのプリクラがこんなちっちゃいのがある。アルバムだってなんかクラス何人か10人くらいとかのもある。すごいよね、なんかそんなのがいっぱいありますよ。なんかね、なんかお金みたいに入ってんです。一生しまっとこうかな。小3か小4くらいのプリクラが、もうプリクラとかじゃないよ、本当にプリクラなのか。あ、だいぶあったかい。風量強いとあったかいのかな。いやこれ返金したらだいぶお金返ってくるのにな。iPad の充電がないぞ。どうしようかな。ベッドでやろうかな。しかも今日ね成人式、なんかファンの子が今日成人式だったよって言って写真みんな送ってくれてさ、かわいいねーと思って。みんなって言ってもそんなだった、数人だったんだけど。やろうかな。でもちょっとまだベッドも、あの、私もお風呂入ってないから毛布の上に座ってなんとかしましょう。めっちゃ腰痛くて最近、腰痛いんですけど、毛布の上はまあ最悪いいかなって。本当は嫌だけどね。最悪ね。まあ私な、よいしょ、よくこれちょっと汚くないはず。今日はリセられる成人式の写真ね。私で成人式出てないもん、こっちの。マジで今日もあの地元のマリアと会って、成人式マジで出ればよかったねって後悔してます。
成人式って何するの？知らん。何するんだろう。私も分かんない。何するか。何するんだろう。お話聞いたりあれじゃない？先生が来てくれたりするんじゃない？ね、だから今日さ、ちょっと風強いな。今日さ、あれみたいな。みんなの AKB の子の振袖の写真。すごいさ、今時じゃない？メールにも書いたけど。今時じゃない？なんか分かります？今時だったよね。なんか全員今時だったんだよね。それにびっくりしちゃって。ねえ、なんかやっぱ大きい柄、なんか細かい柄じゃん昔って。今って大きい柄がやっぱ流行ってるんだと思って。私でも総絞りはやっぱ可愛いなって思います。赤が本当に可愛い。キョカちゃんめちゃくちゃ可愛い。ハッツも綺麗。ストレートに綺麗。あとインフルがね、流行ってますね。もうそんな時期かと思って。インフルってってかね、さやちゃん千秋楽今日どうなったんですか？私全然知らないんだけど、インフルってどんなんだっけ？インフルって1週間で治るんだっけ？私インフルになったことが1回しかなくて分かんないんだけど。私まだ神田明神のあのこれ持ってるよ。てかそこにあったわ。持ってこよう。2年前なのにこんな綺麗に残ってたんだ。
れがある。ほら千秋楽中止、嘘でしょ、もう延期とかでもなくて。そっか悲しいね。イベント、そっか、もう仕方ないのか。でも持ってます、これまだ。もう持ってった方がいいのかな、やっぱそうだよね。2年前の。すごい字で、字が、字で、字が綺麗。もうよいしょ、まだずっとここに置いてあるんだけど大丈夫か。よいしょ、分かんない、祝成人って取っといた方がいいのかなっていうイメージあったんだけど、別にそんなこと関係ないのかな。ね、しかも神田明神なんてめったに行けないからな。どうなんだろうね。秋葉原から近いはず、結構近いよね。ね、少なかったよね今年の成人。来年が多いのかな。来年は多い。嘘でしょ。昨日じゃん。あのナータンちゃんのさ卒業グッズを買ってないわと思ったらもう終わってみたみたい。ショック。メモリアルブック買いたかったんですけど。嘘でしょ、そう、私こういうところがあるんです最近。最近っていうかよくなんか欲しいもの買おうと思ってそれも終わってたみたいな。最近こういうの多いんです。もう事前販売なんだって。今も今週ですよ、もう今週。かわいいフォトカードとかも全部かわいいのに。なんなら T シャツもかわいいし、うちわも欲しいし、ペンライトもかわいい、タオルもかわいい。
業しちゃうのか卒業しちゃうか。って言って自分も卒業するんだけど、推しの卒業つらいね。卒業しちゃうのか私も卒業しちゃいますけど、いやでも正直卒業する実感はないですよ別に。まだそりゃそうか。まだ先だけどね。いやきっとあっという間だよ私が言うのもどうかもしれないけど、あっという間なのかな。でもねちょっと公演はたくさん出たいね卒業までに。だってみんなと思い出作りたいって言っててもね、思い出どうやって作ろうってなっちゃうしね。ショールーム毎日やってるはやってるけど、お話し会もね、うん、来月かおしまいだから寂しいね。シングルがあったらねあれだけど、なかったら2月で最高かな。分かんないですからね。3月以降の話し会まだ分かんないんです。だからとりあえず2月が最後って。なんで卒業するの？卒業はでも8の活動休止とともにって感じかな。ねえ、なんか最後ってつくと本当に寂しくなるよね。わかるわかる。でもあれあるよね、グループのグループなんだっけ、対面のグループ話し会、中西会の、それはあるはず。普通の話し会もあったはず。その次の日くらいとかになかったっけ？2月でしょ。
あるある。2月19があるから、1月、あ、来週、今週あるじゃん。15、21、22、12、18、19だって。もう今週じゃん。何着ようかな。4月、うん、そうだ、今日も焼肉でした。今日もってこの前も焼肉食べたって言ったっけな。今日も焼肉でした。眠い、寝たんだけどな。最高でした。タン食べた。今日は結構いっぱい食べました。タンですね。タンが好きです。うん、カルビとかはいつも一切れだけ食べる。たまに豚肉とか。あ、ホルモン忘れてた。牛タン麺は食べました。もう結構制覇したんじゃないか。モーニングは明日行くから。かなり岐阜のことを制覇した。明日朝ショールームしようかな。ちょっと早起きするし、せっかくなら。何時くらいにしようかな。9時くらいかな。そくらいにします。これほんまの、いやいや、アイカって呼ばれてる。あんたアイカって呼ばれてるよ。見てるんショールーム。久しぶり。グラビアの写真見せて。グラビアの写真見せて。卒業までにさ、ペアグラビア一緒にできないかな。会おうや。じゃあ早く会おう。いや、この人全然 LINE 返してくれないから。今実家だから、そっち帰ったら会いましょう。
帰ったら会ってください。そう、まだ実家もう、いや帰るとき連絡するから帰ったら会ってください。ねえ、アンチ来た。アンチ来た。お前ケバイブス、クソブスって来た。そっか、ゲロ温泉ね。違うよ、まなかはゲロ温泉のことドブ温泉って言ってたから。この前言ってましたから。たまに来るよね、この人。オワコンネクサ、そうなんだ、すごいこの人いつも来るじゃん、元気そうでね。優勝おめでとう。急に返事来なくなったじゃん。旅行連れてって、本当に私波動勝てないからな。鼻赤。NNB のファンだけど AKB は嫌いだよってこと？え、何その、愛か呼びって流行ってるの今、真ん中のこと。波動出れるかな、私下手くそだからな。知らない、だってみんな愛かって言ってるから。流行ってないでしょ、やめてあげなよ、かわいそうだよ、名前間違えるの。名前間違えるのかわいそうだよ。いや私ほんとできないんだよね、なんでだろう。やる気はあるんだよ、すごいすごい勝ってる気ではいるんだけど、勝ててないみたい。いつも下手っぴらしね。なるめちゃくちゃ強いよね、いつも強い、いつも強いよね。やっぱ小さいのって関係あるのかな、わかんないけど。なんだろう、私でもすごいやってるんだけどね、やってるし避けてるつもりなんだけど。あすごい、え本当だ、防御モード来た、見れた、私もここに出てる、防御モードが発動しましたって、ね、なんでですか。押せない、押しても何も、え初めて見た、すごい守ってくれてるんだ私のこと。すごい、なんでだろう、運営の方がやってくれてんのかな。あ違う、みんなが通報するとこういうのが出るってこと。すごい、私めちゃくちゃ守られてる。
いや私もテロップ出てきたのでも初めて見た。さっきの人をみんながこうやって通報したら桃っぽいのが出んのかな、通報を受けて。ありがたいです、ありがたいですけど私にもなんかありがたいですけど、すごいね。すみません、守ってもらって、全然でも守ってもらわなくてもいいんですけど。ツイッターね、ツイッターはね、防御モード欲しい。じゃあ今日撮ったプリクラの私の部分だけ送ろう。それでもいい？そんなもんいらない、別に。全然顔違うけどいいの。メイクと撮ったプリクラのやつ送るわ。メイクが撮りたいって言ってくれて。メール打ってます。え、なんこれすごい中吉。え、すごい、これ何、おみくじができるの。なんかすごい中吉かってなっちゃったけど、ありがとう、可愛かった今の。なんかここに出るんだね。初めて見た。もう終わっちゃうんじゃないこれ。そうなの、すごい。スクショだからちょっとあのなんか iPhone のピッてやつ下に出てるんだけど、ちょっとごめんね。中吉すごいすごいよ。でも中吉すごい。なに、ね、これ何、カズネが中吉を獲得しましたって何、獲得したら何になるのこれ。あ、本人が獲得できるのこれ、すごい。あ、中吉、中吉を獲得しましただって、すごい。中吉しか出ないの、中吉の率高くない獲得って何、しかも。え、大吉とかだったらなんかもっとパーンってなるの、違う、ならない。あ、はあ、来た。え、短め、超一瞬すごい。マヨネーズ&ケチャッピーさんが大吉を獲得しました
こっちには今日って出たよ。嘘でしょ、そんなことある。わーい、え、すごいねこれ。だから超一瞬だから、ずっとこうやって構えとかないと。服部神社ってことこれ。中吉、なんかさ結果出てるからなくなるまでめちゃくちゃ早くない？中吉を獲得しました。すごい大吉。おーすごい。あのだから獲得してから獲得するまで一瞬なんだけど、送ったメールすごい。中吉か大吉しか出ない。逆になるの、あと何、小吉とか吉とか大吉。え、すごくない？そっちが大吉の時なぜかこっち今日え怖っ。え、すごくない？めちゃくちゃご利益ありそう。このえ、大吉中吉今日ってこと？めちゃくちゃ高確率じゃない？高確率じゃん、なんか今日出るの逆に。ガチ？全然出ないよ。大吉じゃない？今日くらいで終わり？そういえば、電波悪かった？戻った？嘘、戻った？なんか電波悪すぎてメールすら送れない。家電波悪いな。メールすら送れてなかった。遅れたかも。じゃあ本当にゴリゴリのプリクラなので、使えないのか分かんないけど、顔全然違うと思うけど許してね。よし、じゃあ今日は、あ、すごい来た中吉。よかった、これで今日出たらちょっとショールーム終わりたくないって思ったけど中吉。じゃあランキングを見ますわ。13位、ワイキアとマーク、今日も安定、超かわいい。お洋服に髪も何もかも、髪も何もかもさん。12位、あきひこさん。11位、ゆうきさん。10位、 TK トンからアートマークたいさん。9位、てるきちさん。8位、けんせいまきしさん。7位、りょうたとマークとりももいさん。6位、心血なとりどんさん。5位、 MM ルールザットマークぎふの夜と人生に乾杯さん。4位、かなっていさん。
3位リューストさん、2位サイトアットマークマヨネーズ&ケチャップイズさん、1位カズネちゃんです。ありがとうございました。ありがとう。それでは今日も見てくださってありがとうございました。また明日朝します。おやすみなさい。